千葉ロッテの公募条件は一軍の本拠地である千葉市のゾゾマリンスタジアムから車で一時間以内敷地面積は11ヘクタールで20年以上継続して利用できることなどとなっています千葉市は条件を満たした未利用の土地を所有していないため 一緒に誘致に取り組むパートナーを条件に合った市内の土地を所有する個人や法人を対象に、今月13日まで募集しました。市によりますと、この公募に対し、9件の申し込みがありました。市は今後、申し込んできた権利者から具体的な話を聞いた上で、千葉ロッテが示す条件に合致する候補地を提案していくということです。